はい、こんにちは、こんばんは。今日のテーマはですね、数に円の書き方。あ、円の書き方バカにしてんのかって来るんですけどね。どうですかね、円の書き方。おそらくこんな動画上げても誰も見ないと思うんですけど、実はね、円を書くときにね、いや、その前に、前回か全然前に、前の回で言ってると思うんですけど、最近ね、図形の問題解いてるのに図を書かない人が多いです。計算ばっかり必死で書いて、なんか小学校の頃から途中式を書きなさいとか言われて、それがね、トラウマになったんでしょうね。トラウマっていうのかな、こういうの。ね、まあ、そういうので、もう式を書くことばっかり一生懸命になって、図を書かないんです。それってどうなんかなってのは私のね、ほんと最近よく思うことなんですけど、さあ、例えばですよ。いや、本当にね、円なんて誰でも書けますよ。書けるんですけど、さあ、皆さんどんな風に書いてますかね。まあ、これ簡単ですよね。x2 乗プラス y2 乗イコール4。ね。原点を中心とする半径2の円。さあ、書いてみてください。さあ、どうですか？おそらく、もうほぼ 100% の人が、ほぼ 100% 近い人が、こんな感じでやってるんじゃないかな。こんな感じでね。まあ、普段書いてない人にとってはどうなんだろう。どうなのかな。こうやって適当に2をね。で、そっからね、こう。こうやってゆっくり。ああ、ちょっとずれた。うわー、なんかこの辺がちょっとおかしいなとかね、こんなこと考えながらね、ね、書いてると思うんです。どうですか？違いました？違いますか？ね。これね、逆に書いてごらん。逆。先に円を書いて、もうフリーでね。ね。この4点を通すなんて、そういう縛りに関係なく、もう自由にね、円を書いてください。円を書く練習は必要ですよ。ね、やっぱ図をきれいに書くにはね、円は絶対練習しなくちゃいけない。以前、予備校でね、教えてる頃にね、ポケットからおもむろに500円玉を取り出して、500円玉の縁をこう、なぞってる生徒がいましたけど、お前試験中にそれやるつもりかってね、言ったんですがね。まあそういう子もいました。ね、面白いですね、本当に。はい、まあこうやってね、円を先に書いて、縦線横線で綺麗に4等分、ケーキを4等分するつもりで書けばいいです。ね。単位円とかでもそうですよ。三角比で単位円を書くときもね、さっとやって、パッパッと。ね。丸書いて、ちょんちょんと。ちょんちょんじゃないな。シュッシュッと。ね。そんな感じです。円を先に書きましょう。ね。さあ、では、ちょっと難しくなります。こんなのどうですかね。これどうでしょう。はい。25じゃないですよ。5ですからね。半径ルート5ですよ。さあ、書いてごらん。さあ、できましたか？ねえ。で、さっき、円を先に書きなさいって言ってたんですけど、円を先に書くってどうやりゃいいんだよって、きっと悩んだと思います。ね、でも、いつものように、ね、もうそんな我関せずっていうんでやってたけど、まあ、もう自分の道を行く。こうやってね。どの辺かな？こうやって。縦軸、横軸。こうやって書きましたか？もしかして。2-3。2コママイナス3。ね、ここまではいいんですよ。ここまではいいんですよ。さあ、半径ルート5です。どのくらいにしましたか？ルート5。富士山麓、おおむなく 2.2 だから、こっから 2.2 で、ちょっとこの辺か。これちょっと交わるなぐらいな感じでね。で、これまだね、僕だから綺麗に書けるんですよ。自慢してる。うん。で、これもそうなんですけど、実はね、これじゃね、この円がね、下手すると圏外に行っちゃうんですよ。圏外わかりますよね。この中に収まらない場合がある。だから、やっぱね、円を真ん中に持ってくるつもりで図を書いた方がいいです。ちょっと中心この辺りにしましょうか。円の中心ここにしましょう。ね、円の中心。で、一つポイントがあって、半径のルート5って実は、1、2ルート5なんです。直角三角形で。1と2でルート5。
気づいてましたか、ね、ルート13なんかもありますよ。ルート13だったら2と3です。2と3でルート13とかね。あの円の問題で結構ルート5とかルート10とかルート13っていうのは結構見る機会が多いと思うんですけど、ちゃんと理由があるんですよね。整数整数で、そして出来上がるこのルート5みたいにね、こういうちゃんとこの整数を使うってとこがミソなんですよね。でちょっとやってみますね。中心ここにしました。で中心がここです。中心がマイナス2コンマ3です。 X 座標がマイナス2ですから、うん、まあどのくらいにしようかな。この辺に縦軸が来るんですよ。 Y 軸が、ね、で Y 座標マイナス3ですから、うん、あ、ちょっと違った。ちょっと待ってね、今符号を逆にした。符号を間違えて逆に書いてた。あ、やば、ちょっと修正テープが残り少ないですね。すいません、おたついてます。ということでね、こんな風な感じで、ここだ、これが2だから、X 座標が2だから、ここら辺に Y 軸が来るんだ。後から軸を書いてやると。ね。Y 軸。で、そして、X、これ Y 軸、Y 座標はマイナス3ですから、この辺りに X 軸を書いてやる。ね。で、そして、さっきの話。1、2です。ね。今ここが、2コンママイナス3になってるわけです。ね、で、1、2だから、1、2、1、2、ここからね、これ1、2の1、2で、今度は横に1、2と、今度は下に1で、右に2とか、ね、で、左に2と、ちょうどここ通るんですよ、ここ。マイナス4を通るんですよ。ね、で、1、2、マイナス2を通るんですよ。そういうことに気づいてました？こんな図を書きながら、ね。気づかないんですよ。なかなかそういうところには。で、それから、1、2と、さらに1、2で、ね、中心から1、2で、この1、あ、これ、1、2、3、4、5、6、7、8個の点があります。これを、ぐーっと一周結べば、かなり綺麗なのができます。ね、しかもね、こういう情報が得られるのが大きいんですよ。これ非常に大きいんですよ、これ実は。とても大きい話な、大きな情報なんです。ね。ちょっと図が小さかったな。もう少し大きく書いた方が良かったかもしれないね。はい。ちょっと、なんか、申し訳ない。ボールペンが、インクが、はい、OK です。まあ、そんな感じで、円を書くときにね。で、実は、こいつ、実はね、もう一つメリットがあって、例えば、接線の問題があります。よく、円が出てくると必ず接線が出てくるんですけど、例えば、点 A が、ね、点 A、ここです。点 A が3コンマ0。この3コンマ0を通る、この円の接線を求めなさいと。そういう時にね、書いてみようか。実はね、こんな感じだね。シュー。あ、ちょっと曲がってたかな。ちょっと曲がってたかな。で、ここを通る接線がこんな感じなんですけど、これは、出題者の心理を読むんです。出題者というのは、問題解かせるときに、やたら複雑な計算やらせるのも全く意味がない話なんで、ね、答えが簡単になるものってやつ。ね、計算は簡単、でも理屈をちゃんと考えさせる問題を作りたいわけだ。ね、だから、答えが簡単な値になるように問題を作るんですよ。ね、計算も簡単なんですけど、で、ここ。これがまさにそうです。この3コマ0を通るときに図を書いて、こういう図を書いてると、もうここが接点ってもう分かっちゃうんですよ。4コママイナス2。ね。それから1コママイナス1ね。こういう2点が、この接線の、この接点ね。ここに、ね、正方形ができるんですよ。正方形がここに。ね。そういうふうに、出題者の心理から言わせてもらえば、もう本当に、なんでこんな円にするのか。ね、半径ルート5なんて、ね、中途半端な半径にしやがってっていうのはもう徳川の心理なんですけど、ね、なぜルート5にしたかっていうのはその後の答えが非常にシンプルな形に、すごい簡単な形になるからなんです。ね。わかります？
ね、だから出題者の心理的な話をすれば、結局図を描いた方がもう計算なんかよりはるかに早く接線の方程式も求まりますし、ね、まあ、これなんか見てもらったら分かるように y イコール、ね、2分の 1x で、まあ、この調子でいくとマイナス2分の3かなとかね。でこれだったらこのまま傾き2で上がっていくから 2,4,6 までいきそうだね。きっとこうだな。うん、まあこんな感じになるんだよ。だからこの直線を見て、接線の方程式がすぐ分かったり、接点の座標も分かったり、ね、いいことだらけなんです。図を書くってことは。ただし、普段図を書いてない人がいきなりテストでその図を書こうとしても書けないですから、ねえ、そりゃ無理ですよ。だから日頃からこういう図をちゃんと書くっていうことを習慣づけてほしい。ね、じゃあ一つやってみてもらおうかな。今まで言ったことをちょっとね、使って、どうしようかな。この辺に書こうかな。13行ってみましょうか。はい、じゃあ書いてみてごらん。はい、できましたか。さあ行きますよ。さっきと同じように。で中心がマイナス1コンマ2です。で、半径がルート13です。で、ルート13というのは直角三角形2、3ですね。2、3でルート13。4たす9で13だからね。ね。こんな感じで。できます。だからまず中心の座標、マイナス1コンマ2。マイナス1コンマ2、どの辺に書こうかな。この辺中心にしようかな。マイナス1コンマ2ですから、ちょっと大きく書いちゃおう、今度は。マイナス1コンマ2。これ、Y 軸です。ね。マイナス1コンマ2。これが2ですからね。だから、X 座標は、この辺に来る。X 軸はこの辺に来るかな。ね。はい。マイナス1コンマ2です。ね。で、そして、ルート13ってことは、ここから、2、3の点をたくさんたくさん。はい。1、2の1、2、3、ね、1、2で反対側1、2、3、ね、今度はこ、下に行こうか。下1、2、ちょうどこうだね。で、1、2、3、これ2ですね。1、2、3でマイナス4ですかな。うん、マイナス4で、今度はこっち行こうか。1、2で上に1、2、3、ね、で今度は下に1、2、3、ここ今こんな風に4つ点ができてますね。でそれから、こちら側に今度は12の、はい、上に123で、そして下に123とね、今合計8つ点ができました。なんかこうやって、あとはこれぐるちょっと大きすぎたね、大きすぎましたね。でこうやってぐるっとこれを一周して、でここにちゃんと戻ってくればいいわけですよ、ね、だからこうやってね、途中に整数を使った点が出てくるっていうところに気づいてほしいんです。こういう点にね、気づいてほしい、ね、だからこうやって書いてる人っていうのは、こういう整数、まあ格子点と呼ばれるんですけども、こういう点に気づかないまま書いてるんですよね。だからさっきの話、ここね、マイナス4とマイナス2のところを通るとか、そういうことに気づかずに、なんか適当に ルート5の半径で、このくらいかなってやってるんです。ね。ちょっとこれじゃあちょっとね、情報不足だね。やっぱりね、整数を使った点っていうのは、それがそのまま答えにつながるっていう場合がある。ね。さっきの接点の座標とか。ね、だからこの問題の場合だったらどうなるかな。この問題だったらどんなのが考えられるかな。例えば、ここに接線引いてみようかな。ね。ここに接線引くってことはね、今傾きがこれ、こことここ、半径のところ傾き3分の2だから、逆に、2、3、こっから1、2で、1、2、3、この値の点だと、ちょうどここに接線引、接線、ここ通るんですよ。この点をね。で、そして実はこちら側の、ここも通るんですよ、接点が。こことここが接点になっちゃうんです。この点いくら？ 1、2、3、4、5、6、ん？
合ってるか、1,2,3,4,5 マイナス6コンマ1,2,3ね、点マイナス6コンマ3を通るこの円の接線の方程式と接点の座標を求めよと言われたときに、計算なしで分かっちゃうんです。出題者は答えを簡単にしたいというそういう意識がどうしても働きますからね。特にマーク式の場合そうでしょ。マーク式って回答欄シンプルにしないととてもなんだ、原稿を作るっていうのはおかしいんだけどね、回答欄もね、あんまり複雑になるとね、受験生泣かせですからね、本当にね。ですがこういうふうに接点が非常に分かりやすい整数だけで表される、ね、そういうふうな問題を作るっていうのが、まあ一般的に出題者の心理ってやつですね。はい、まあこの程度の話なんですけどね、まあ参考になればと思います。ね、本当にね、バカにしてんのかって思ったかもしれませんけど、でも結構気づいてないでしょ、こういうことってね。ルート13って嫌だなとか思ってるかもしれないけどね、でも実はね、23なんですよ。23でルート13だから、もう本当ね、円が書きやすくなってるんです。ルート13いくらって言われても困るけどね。このルート13がいくらなんて知らないですよ。僕も知らないですよ。知らないし、まあ、そんなこと覚える必要もないし。で、だから、円を書くときに半径どのくらいにしようかなってすごく悩むんですよ。でも、実は2、3でちゃんと点を取れば、これがまあ、この斜めの長さがね、これがちょうどルート13なんですよね。ね。はい。ということで、まあ、ちょっと番外編ということになりますけど、ね。まあ、参考になればと思いましたので、ぜひ、いや、ぜひ参考にしてほしいなと思います、ね。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。